59阪神51系電車は、かつて阪神電気鉄道が保有していた鉄道車両で阪神本線開業時に製造された1系の造備車として登場した。後に統計式の一部の車両の伝送品を乾燥したことから61型と呼ばれる車両も登場したが、本校では一括して紹介する。1905年に開業した阪神本線は、 並走する東海道本線に比べると割安な運賃でフリークエンシーも高かったことから東海道本線の乗客を奪っただけでなく需要も拡大して乗客も順調に増加していったこのため 1K50 両だけでは増加する需要に対応することが困難になってきたことから1912年に新形式の51型として51から62の12両が 加藤車両製作所で63から66の4両が梅鉢鉄工所で製造された。本形式は1型をモデルとした路面電車タイプの両端にドアなしのデッキを持つ、いわゆるベスティビュール付きの両運転台車で、車体は全長約13.5メートル、車体幅約2.3メートル、側面窓配置部位13部位、ウィンドシルは1型と異なり太くなっていた。 前面は1型と同じ非貫通式の3枚窓で、右側に方向膜を装備していた。屋根も1系同様のダブルルーフであったが、3箇所あった開閉式明かり窓の外側には窓ガラスがついた。台車及び伝送品は1型と異なり、台車は国内初採用の JG ブリル車製釣り合い、両式台車であるブリル 27MCB-1 を装着。 主電動機は1時間定格出力 37.3kW のゼネラルエレクトリック車星 GE-90A を4機搭載、制御機は直接制御の GE 車星 K-40A を装備した。終電装置は1系同様複合線式であったことから前後に各2機ずつトロリーポールを搭載したほか、併用機動区間を走行する関係で前面に救助網を装備した。 塗色は一型と同じ現在の五千一型などのジェットカーの塗色に似た濃い青色で客室ドアや窓枠などはニス塗りであった。登場当初の五51型は新車と呼ばれて一型とともに本線の輸送力増強用に充当された。しかし第一次世界大戦の勃発によって日本の工業生産力は増加し阪神本線沿線にも多くの工場が進出すると 共に、宅地の開発も盛んになったことから、乗客数も急上昇したが、肝心の車両を増備したくても、台車や伝送品などが、対戦の影響で輸入が困難となり、国産品も実用以前であったことから、車両の増備ができずに1型と51系の66両で、千鳥式運転を実施するなどしてしのいでいた。対戦後の1920年に、 ようやく総括制御で連結運転可能な301型を新造。翌1921年までの間に3億1三3 2万1331の各形式合わせて70両が増備されると直接制御で単行運転しかできない1.51型は総括制御に改造された1四4 1から50を除く1系全車が上渡または廃車され、51型は 北、大阪線で、専属的に使用された。また、この時期までに二重屋根の前後端を301系、同様丸屋根に改造した車両が現れ、その後も、同様の改造が実施された。北大阪線転出後の1923年には、1系の総括制御車を291型に改造する際に51から60の台車及び、 モーターを291型と交換することになった。台車は、ブリル 27MCB-1 で変わりなかったが、主電動機が GE 車製の G-200C となって、パワーダウンしたことから、従来のままの61から66と形式を分割して、それぞれ51型と61型となった。1926年には51系重量の制御機が、 芝浦製作所製の RB-201A に換装された。1930年には北、大阪線のレールを国道線のレールと同じ T 型レールに交換したことから車輪及び車軸をそれに対応したものに交換している。その後も51型は501型や後継の31型とともに北、大阪線に61型は トロリーポール一機搭載に改造されて、甲子園線に、と、しばらく国道線を除く平洋軌道線各線で、使用されていたが、1937年の71系の心臓に伴い、61系65.66が同年に廃車されたのを皮切りに、翌1938年には 63.64? が、アミデンコと121系123.124。 に改造され、この時点で51型は51から60の重量前車が残り、61型は61.62の2両が残るのみとなったことから、これらの車両を201型を新造することによって置き換えようとしたが、新造計画が戦時体制に入った影響もあって父として進まぬ、間に1941年に、 満州国の新京交通へ56の60の5両を教室、譲渡した。教室した5両の代わりに91系3両の心臓が認められ、残った51から55.6162の7両も201系の増備で置き換えることを計画していたが、選挙区が悪化するにつれて置き換えもままならず、老朽化した車体を酷使して走らせざるを得なかった。 終戦直後まで走り続けていた51.61の量形式であるが、9万1201量形式が収益するにつれて旧車状態となり1948年に廃車51.61系の消滅とともに、阪神電鉄の営業用木造車も消滅した。ありがとうございます。